こんにちは、アミチクラボのユミです。今日はリッケの新しく出たブラッシュというシリーズの短い方の輪針セットを購入したので、開封してレビューしてみたいと思います。今回買ったのは、リッケのブラッシュっていうシリーズの 3.5 インチの輪針セットです。リッケの輪針はこの長い方のサイズをすごく気に入って使ってたんですけど、ちょっと不満もあったんですよ。針はすごいよくって、この見た目もね、黒くてかっこよくって大好きなんだけど、コードが回らないっていうのと、コードがちょっと硬いっていうので、マジックループとかには使えないっていうのが私の中での、この針の感想でした。で、今回買ったのは短いタイプの針なんですけど、なんとコードが回転するようになって、さらに柔らかくなったって書いてあったので、どれぐらい変わったのかをちょっとどうしても試してみたくて買いました。で、あとこの短いサイズだと40センチの帽子とか編むときにも使えるので、こっちは60センチからしか使えないから、小さいものを編むときは他のメーカーの輪針を使うしかなかったんです。なので、もしこのコンパクトなタイプでマジックループもできて40センチの帽子とかも編めるようになるんだったら、すごい使いやすいんじゃないかなと思って買ってみました。では早速中身をまず確認してみますね。針はサイズが US3号、すごい小さく、この金属の部分ちょびっと書いてあるからちょっと見えづらいけど、 US3 号から 1,2,3,4,5,6,7,8,9 サイズですね。長い方はというと US4 から US17 まであります。11,12 サイズあるんだけど、このね、太い方は全然使ったことないんですよね。US17、15、13、これも使ったことない。11も使ったことないかな。なので、こっちは US3 が入ってるから、ちょっと細いのがあるって感じですかね。で、太いのがない。私はこの長い方のセットの大きい方4サイズぐらいは使ったことないと思うので、こっちで十分かなっていう印象があります。で、ストッパーが8個と、これ針をコードにギュッと固定するためのピン、これが4本、それとこのコードのコネクタ、コードとコードをつなげるものですね、これが2つ。この数は長い方と同じかな。そしてコード、これが改良されたらしい、新しいコードです。残念ながら、このピンクの色のものと、あと針が銅でできている針のもの、リッケでね、針が銅のタイプのものがあるんですけど、そのシリーズだけがコードが改良されたって書いてありました。はい。で、このコードは、一番短いコードが、コードの長さが26センチ。で、針が、7センチだから、つなげると40センチになるコードですね。それと、40センチのコードは2本。それから、36センチのコードだから、つなげると、50センチになるコードが1本、そして46センチのコードで針とつなげると60センチになるコードが1本入ってます。で、このコードの柔らかさはというと、確かにこのリッケの今まで使ってたコードと比べると、確かにまあ柔らかくはなった。
なったかな。ちょっと柔らかくはなったかなっていう感じかな。あんまり変わんないような気がするな。結構期待してたんだけどな。マジックループもできるって書いてあったけど、やりやすくはなさそうだな。全然期待してたよりは硬かったです。まあ、でももう一個大事なポイントがあった。回転するようになったっていうところ、それをチェックしないとね。よし。じゃあちょっとつなげてみます。このピンを使ってキュッキュッと締めると、手では開かないぐらいしっかり固定されるので、ネジが緩んでくることがないです。で、え？回転しないけど。え？あ、こっちか。あ、びっくりした。間違えました。こっちね。うん。回転はバッチリします。これでコードがねじれちゃうっていうことはないですね。ついに、リッケンの針も回転してくれるようになりました。これはめちゃめちゃいいよね。今までこの黒い方は回転してくれなかったので、まあ、たまにちょっとねじれるかなっていうことはあったかな。ただマジックループをしないのであれば、その回転絶対しないと編めないっていうことはなかったです。ただ期待してたマジックループできるほどの柔らかさではないし、そもそもコードが60センチまでしかないから、まあ、60センチのコードを使えば、60センチ用のコードを使えばマジックループできない長さではないけど、この硬さだったら他のメーカーのものの方がマジックループするときは編みやすいかなって思いました。でもまあコードが回転するっていうのはいいよね。ただピンクしかないんだよ。もっとねカラーバリエーションもあったら楽しいんですけどね。実際ちょっと編んでみないと、その柔らかさっていうのはちょっとよくわかんないかもしれないな。ただこのケースがこれだけ小さいのは使いやすいなと思いました。だって大きすぎるでしょ、この今までのこれケースのサイズがこんなに違うんですよ。大きい方は横幅24センチの縦が18センチとかかな。で小さい方は横幅が 17.5 センチの縦は10センチぐらいなので、もうこの巨大なサイズの輪針セットを持ち歩くことはまずないですよね。これだったらまあちょっと出かけるときに持ってってもいいかなっていうぐらいのサイズ感。私が持ってる輪針セットの中では結構小さい方、ちょっと分厚いけどね。あとね、このケースはねピンクなんだけど、私が買った、ケイトの寺井さんではこのちょっとこうなんていうの、模様が入ってるような素材でした。でそれ以外にね、模様のないタイプのピンクのケースのお店もありました。針は同じみたいなんだけど、ケースだけちょっと違うみたいでした。よく見たら、あれですね。黒い方、このロゴが剥げてきちゃってた。本当はこうやってなってるはずなのに。YKK になっちゃってる。ちょっとこれ残念ですね、はい。まあ、でもこの針自体はすごく編みやすくて気に入っているので、ずっとねこの小さいサイズのリッケの輪針セットも欲しかったんですよね。まあ別になくても編む針いっぱいあるからまあいいかと思って買わなかったんだけど、でもやっぱりこのケースも小さいし、持ち運びにも便利そうだし、近々入院予定もあるから、入院の時とか持ってくのにもいいかも。と思いました。針を使ってみたかったので、ベビー用の、ワンピースを編んでいます。これは、みちおさんのベビーと小さな子供のための手編み。この本のこれです。レーシーワンピース。このワンピースを編んでいます。
この本はおしゃれで可愛い70センチから、何センチまでだったかな。ものによっては100センチまでぐらいかな。だいたい一つの作品で2サイズぐらいの展開になってる感じです。今までね、一応、チルデンロンパースっていうのと、あと編み込みロンパースっていうのを編みました。すごく可愛いパターンが載ってるのでおすすめです。概要欄にリンク貼っておきます。で、編んでみて気づいたこと。まあ、編み心地はやっぱり、大好きなリッケの針なので、滑りも良くって、快適です。でね、針のこの先端のところが、ちょっと黒いものもあります。細いのはね、気にならなかったんだよね。だからサイズによって違うのかな。こうやって見てみると、よいしょ、わかるかな。気にならないけど、やっぱり先端は黒いですね、基本的に。細い針になれば、先端も細いから気づかなかっただけだ。気にならなかっただけ。基本的には先端のところは黒いです。あとはね、やっぱりね、このコードが回るようになったから、ねじれる感じとかが全くないですね。なんか以前は、これぐらいのサイズだったら全然平気なんですけど、100センチとかのコードで編んでると、結構ね、コードがねじれて、なんか変な形になっちゃうっていうか、なんていうのかな、そのねじれを取ってあげないと、綺麗な、こう丸い状態にはならなかったことがあったんですけど、やっぱりコードが回転するようになったので、そういうのは全くなくなりました。で、コードは、柔らかい、多少柔らかいかなとは思うけど、あんまり変わりないかなっていう気が私はしてます。もっと柔らかくなってくれたらいいんだけどなって感じですね。マジックループするんだったら他のメーカーの針の方がやりやすいかなっていう気がします。で、あと針の短さなんですけど、これ割と短めの針なので、このコードとのつなぎ目の部分から考えても、9センチぐらいですかね。9センチちょっとの長さになります。で、私は日頃から10センチぐらいの針が編みやすいと思っているので、全然違和感なく編めるんですけど、ロングタイプの14、5センチある針を普段使っている方からすると短く感じると思います。だからこの棒針をこう小指まで使って持つタイプの持ち方している方はかなり短く感じるんじゃないかなと思います。私は手もちっちゃいし、指先だけで針を持っているタイプなので、ロングタイプの針に、特にメリットがないので持ってないんですよ。ロングだとどうしても40センチ以下の輪で編むことができないので、私は基本全部短いショートタイプの針を使っていて、リッケの輪針セットの針だけがちょっと長い感じだったんですよね、今まで。で、チューリップさんのキャリーシーロングとか、あと、キンキアミ針さんも14センチぐらいの長いタイプの針もあると思うんですけど、そういうのは持ってないです。なので、針の長さは、普段使っている針と、こう、針の持ち方の癖によって、短い針を編みやすいと感じるか、編みにくいと感じるかは結構人それぞれなところがあるので、そこは自分の持ち方を確認した上で、購入されるか検討した方がいいかなと思います。でもやっぱりこの針のね、目が滑っていく感じとかはとってもいい感じですね。つるっとしてるけど滑り落ちちゃう感じはなくて編みやすいです。今なんか前はこのリッケの輪針セットを買えるお店ってすごく少なかったんですけど、最近はなんか楽天で取り扱いされてるお店がすごく増えてきてて、
結構ね、何店舗か、このピンクのタイプも売ってるお店がありました。今回はこのコードが柔らかくなったというビッケの輪針セット購入しました。で、私としては単品輪針の、0号から1号までのあれぐらいの柔らかさだったらいいなと、ちょっと、まあ無理だとは思ったんですけど、それぐらいであってほしいと思って買ったけど、残念ながらそこまで柔らかくはなかった。でも前よりはちょっと柔らかくなったのと、なんといってもこのコードの付け根が回転するようになったっていうところが進化したポイントかなと思います。色はこのピンク限定になっちゃうけど、ピンク好きな方も多いと思うので、もしこれからこの短いタイプ、長いタイプもありました。もしこれからリッケの輪針セットを買うんだったら、絶対このコード回転するタイプの方がいいと思います。もしかしたら全部変わるのかもしれないよね。いつかわかんないけど。そうだったらいいよね。はい。というわけで今日は新しく出たリッケのブラッシュというシリーズの輪針セット、短い方のタイプをレビューしてみました。何か参考になれば嬉しいです。このチャンネルでは編み物に関する糸や針のレビューやオリジナル作品の編み方の紹介なんかをしています。動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。